皆さんこんにちは、 B レジェンド染田です。本日はこちらですね、筋肉マンコラボ第3弾ですね、2商品ラインナップに追加されます。本日はねこちらのね紹介をしていきたいと思います。B レジェンド筋肉マンコラボ第1弾がカジバのクソ力風味ピンクグレープフルーツ風味、 B レジェンドの公式ショップで購入できるフレーバーになります。第2弾が筋肉バニラですね、こちらが店舗限定での販売の商品となっております。第3弾は2商品追加となります。こちらが豪華のクソ力風味ロビン戦法風味となります。こちらのね商品も店舗限定での販売となります。B レジェンド公式オンラインショップの方では販売はされておりませんのでご注意ください。ただしこちらのね店舗さんが運営しているオンラインショップなんかでは買えることもありますので、そちらだけちょっとご注意いただければと思います。では早速飲んでいきたいと思います。豪華のクソ力風味ですね。こちらのねパッケージの方には筋肉マンソルジャーがこう技をかけている凄まじいパッケージとなっております。かっこいいですね。店舗限定の商品に関しましてはスプーンがね袋の中に入っておりますんで、こちらのね白いスプーンがついてきますんで、だいたいすり切って4杯入れていただければタンパク質が 20g 取れる摂取量になりますんで、そちらだけねちょっと違いますんでねご注意ください。それでは早速ねこちらで飲んでいきたいと思います。あれですね、豪華のクソ力風味はフルーティーな香りがしますね。シェーカーに水 200ml 張ってきましたんで、こちらのね白いスプーンすり切って3、4杯を目安にって書いておりますんで4杯入れていきたいと思います。大体4杯ですね。シェイク完了しました。泡立ちもネタバもほとんどありません。ものすごくフルーティーな感じの香りになっています。バナナのね香りが強いんじゃないかと思います。早速どんな味かね飲んでいきたいと思います。いただきます。うまい。革命的なうまさですねこれ。ちょっとほんまにマジでうまいわ。うまっ。こちらのね豪華なクソ力風味がミックスジュース風味となっております。どんな味に近いかって言われたら、ちっちゃい頃から紙パックのねミックスジュースよく飲んでたんですけど、あんな感じの味にね非常に近くて、ホエイプレイン感がなく、ミックスジュースとして楽しんでいただけるねクオリティにね仕上がっていて、非常にね飲みやすいです。プロテインがね苦手なお子様なんかでもねこうごくごく飲んでいただけるプロテインだと思います。それではこちらですね、ロビン戦法風味、こちらを飲んでいきたいと思います。パッケージもね非常にもうかっこいいですね。ロビンマスクがプロテインを5球5球と飲んでおります。非常にもうねいい香りが香っておりますね。こちらもね先ほどと同様白スプーンすり切り4杯入れていきます。こちらもねしっかり溶けてますね。泡立ちもダマもねほとんどありません。あ、好きな方はねもう大好きな匂いだと思いますね。さあ早速飲んでいきましょう。いただきます。ロンドン名物タワーブリッジ取り乱しました。申し訳ないです。ロビン戦法風味ですね。こちらはココナッツミルク風味ですね。ココナッツミルクがね大好きな方にはもう5球5球と飲んでいただけるねフレーバーに仕上がっております。今回こちらのね2商品さっぱり系がね好きかなっていう方は、こちらのね豪華のねクソ力風味を僕はねおすすめしたいと思いますし、甘い系がね好きだなっていう方なんかにはロビン戦法風味ですね、おすすめできる味だと思います。両商品のね栄養成分表示なんですけれども、こちらのね豪華のクソ力風味ですね、こちら1食 29g あたりエネルギーが 112.2kcal、 タンパク質 20.5g、 脂質 1.3g、 炭水化物が 4.6g、 食塩相当量 0.1g、 ビタミン C 40.9mg、 ビタミン B6 が 1.6mg となります。
ロビン戦法風味ココナッツミルク風味ですね。1食あたり 29g あたりエネルギーが 111.9kcal、 タンパク質が 21g、 脂質 1.4g、 炭水化物が 3.9g、 食塩相当量がね 0.1g、 ビタミン C が 39.7mg、 ビタミン B6 が 1.8mg となります。どこで手に入れられるかと言いますと、筋肉ショップですね、あの筋肉マンのグッズが売ってるショップであったり、ヨドバシカメラであったり、あのビッグカメラといったお店なんかでの販売しております。今後ねまた置かせていただける店舗なんかもね増えていくかと思いますんで、そちらはねまた随時 SNS とかでねご報告させていただければと思っております。価格の方はオープンプライスとなっております。あの店舗の方でねご確認いただければと思います。ロビン戦法風味もね非常に捨てがたかったんですけれども、僕のプロテインランキングに上位にね食い込んでくるほど非常にね気に入りました。ただねこれ店舗でしかね手に入れられないんでね、ぜひあの店舗に足を運んで手に入れて飲んでいただければと思います。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。